はい、よろしくお願いいたします。皆さんどうも深夜にすみません、よろしくお願い申し上げます。いよいよ開幕に向けてカウントダウンということなんですけども、キャンプオープン戦を終えてやはり監督の目の奥にこうメラメラと燃えるものを感じるんですが、最初のですね質問ちょっと辛辣なんですが、王者西武森監督に対して5球団の監督がいかにこれを阻止していくかという質問をいきなり投げかけたいんですが、まず日本ハム大沢監督、まだ花も咲いてないということだったんですが、どんなふうに叩かれますか？まあ、王者西武ってね、まあ、今森監督隣にいるんだけどさ、まあ、いつもの調子だなピッチャーリンとか言ってさ、まあ、今西武もいいんじゃないのピッチャー。なるほど。いつもすだれ越しで物言ってるからさ、本音を言ってほしいんだけどもさ、はい、うん、まあ、それは強いですよ西武は。だからそういった意味でね、まあ、他のここにいる、ね、私を含めて5球団の監督がさ、やっぱり西武は強いから勝つんだけども、西武ばっかり勝ってたんじゃ面白くねえな、はい、だからそういった意味でなんとか今年ね、まあ私のところも今故障だらけでちょっと元気がないけどね、その元気のない時にこそ監督ってのは大事だと、まあ、必死でやりますよ私もね、はい、うん、森監督にすぐ伺いたいとこでもあるんですが、森監督は後ほどということで、扇監督、森監督が要注意のチームというふうにおっしゃってたんですが、どんなふうに対戦を戦うという部分を、ね、一番、まあ、これまで負けてるのはオリックスじゃないですかね、だからいつもねスタートが悪いんでしょうね、うん、ですから、まあ、森さんの言われるね、主力投手が、少しどうだという話ですけども、それが本当なら嬉しいんですけどね、はい、それで初めて、まあ、互角とまではいかんでも四分六という形じゃないですかね、うん、ですからね、まあ私もまあこれまでもセーブセーブということで、ターゲットにしてきたんですけども、やっぱり今年もそうですね、やっぱりとにかくまあ五分とはいかなくても、近い状態まで、迫りたいと。なるほど、まあ、こういう願望を持っております。はい、西武が五分咲きならオリックスは3分から4分という話だったんですが実力ですねそれは。そうですか。はい、後ほど伺いましょう。近鉄鈴木監督なんですが、去年とはやはり西武と、まあ、数字上は互角の戦いなんですが、まあ、野茂投手あたりも随分キーにまたなってくるのかなという気もするんですが、そのあたりいかがでしょうか。そうですね、やはり、あれですね、前半で勝たないかんですね、ある程度後半の勝負が決まった時に、まあ、去年は星を、取ったという感じでしたから、はい、やはり前半から中盤にかけての一番大事な時にやはり西武日本ハムさんにかなり痛い目に遭いましたので、はい、それが後々まで響きましたね、開幕からすぐはねすごくいい調子で出られたのかなという気もしたんですけども、さて、今度は千葉ロッテの八木澤監督なんですが、八木澤監督はやはり西武戦となりますと、はい、特に燃えるものが終わりじゃないかという気がするんですが。そうですね、中身をある程度知ってますんで、知ってるだけにかえってやりづらいというケースもありますんでね、はい、まあ、今森監督が調子があまりピッチャーのこの調子が良くないと、はい、ずっと悪い状態でいてもらいたいと思いますよね。ずっとそうですか、そうすれば、まあ、毎年、一桁の勝ち星しか僕ら上げられませんので、そうすれば二桁の勝ち星もできるんじゃないかなというふうに思うんでね、ずっとそのままの状態でいってもらいたいというふうに思いますね。はい、わかりました。さて、そして大英ホークスの根本監督なんですが、やはり福岡の土地柄といいますか、対西武となりますと選手たちもまた燃えるものが違ってきますよね。そうですね、まあ、今年の場合は森さんがたくさんプレゼントくれと言ってるからね、はい、でよその監督さんもそれに準じて全部たくさんお祝いくれる言ってるから安心してやれるんじゃないかなとそうですか、そういうふうに思ってます。はい、ということで、森監督の表情が映ったわけですが、ここまで各球団からのプレッシャーがいろいろとかけられてくるんですが、森監督それを受けていかがですか、今日何のために僕出てきたのかなぜそんなにターゲットにされなきゃいけないかなと思ってね、うん、やっぱりあれじゃないかな、まあ戦力なんていうのはどこだって同じだし、いい試合をやればそれでいいんじゃないかな、はい、うん、やっぱ本音どんどん言わせないといけない、やっぱり森や、どうぞ、うん
本音ですよ。そうですか。みんな隠してるの、こっちの方隠してる。その投手陣についても、うん、このままだとという話もありましたし、うん、だから実際に、うちの場合でもこのもうオープン戦の成績見てもらったら歴然としてるんだからさ、ね、今日のもうオリックスのピッチャー、あるいはダイエーのピッチャー、アハムのピッチャー見たら、やっぱりそれだけの力を持った人はそれだけのピッチングしてるもんね、うん、今の時期に。はい、うん、うまいこと言うだろ。ね、山本監督どうぞ。大沢さんいつも怒るんだよ。はい、本音で言え。そのあたり大沢監督、すだれ腰という話もありましたけども、どうぞ本音の部分で。うん、まあ森君とはもう随分長い付き合いでね、よく知ってるんだけども、まあ、本音を言わない男だわな、大事な。はい、うん、もういつも大体、なんとかな、試合前でもいつもこぼしてね、自分のチームが良くてもこぼしおるよ。だからまともには取れない、うん、今の日ハムはね、半分寝てますよ、それは。はい、怪我人怪我人ってちゃんと開幕に間に合わせて、今日なんかみんな全部揃ってんだからね。はい、それに騙されちゃいけないよ、それは。そうですか。うん、まあ、騙すほどさ戦力があればいいけどな。うん、まあ、勝負だから、はい、これからね、開幕に向けて、まあ、うちは備えるんだけども、やっぱり西武はね、本当他の5球団がさ、西武いじめやらないがはな。うん、この森君がね、やっぱりあれですよ、ガッとあぐらかいてるのはね、やっぱりピッチャーいいわ。うん、うん、今度あの村田ってピッチャーも入ったしな、はい、俺根本さんをちょっと恨むんだけどさ、西武のピッチャー強力にね、なんで協力するのかなと思ってさ。まあそれはチームの都合があるからね、これはしょうがないんだろうけどさ。全然違うところで怒られちゃうな。うん、こういう話を大井監督どんなふうに捉えてらっしゃいますか。そうですね、まあ、ピッチャーの比較が出てますけどね、いやいや、それはもういつも終わってみればね、西武の防御率を超える球団はないんですから ね、もう軒並み140キロでしょう、それ以上でしょう、もうそういうピッチャーばっかりですからね、とにかく2点取るのにまず四苦八苦ですよね。だから、西武とやるときには1点にどうしたら抑えられるかな、ね、ところがなかなかそうはいきませんね、4点ぐらい取られる。どこもそうですよ。森監督あえて、その言葉を受けて、いかがですか。だいぶ間違ってるね。そうですか。どうぞ、もうこの際言いたいことが終わりでしたらどんどん言っていただきたいんですが。今日僕は言われる番でしょう。なんか、いやいや、そんなことございません。ええ、まあでもあれじゃないですか、チームなんていうのは前年度良かったから、今年はということもないし、毎年毎年こうなんだかね、こう包囲網だとかなんとか、また大木さんが戻ってこられて、もうそれ専門の方だから、ね、まあ、かなり痛い目に遭うんじゃないかなと思ってますけどね。そうですか。そういった意味では根本監督、やっぱりオフの大型トレードもありましたけども、はい、あれもやっぱり西武包囲網の一つというふうに考えてよろしいんでしょうか。ね、あれはまあ野球界全体の問題として捉えておくのは本当ですよね。ああ、そうですか。はい、個人の。さっきヤクルトの野村監督が言ったようにね、みんなやっぱり最初の一勝が欲しくてね、ヒットの最初が欲しくて、一勝が欲しくてって、チーム力どう変わってきてもね、うん、基本的にはスタートみんな一緒だと思います。そうですか。うん、だから僕は森監督にしたってやっぱ同じだと思うし、うんうん、そんなに安心してませんよ。だから今日はもうグラウンドでいじめられるんだから、ええ、ね、ここで散々森をいじめようかという話でスタートした。なるほどね。福井さん、田野さん、はい、はい、どうも。いや、こうやって拝見してますと、なんか森監督がかわいそうに見えてます。森監督このままいきますとなかなか一生できないんじゃないかという感じになってまいりますけど。その通りですよ。ちょっと野村監督に伺ってほしい。野村さん、やはりトップに立つとやはりこんなに攻撃を受けるもんですか。いや、トップは去年でしょ。ああ、すみません。今年は分かんねえんだよ。ただ面白いのは、はい、他の5球団の監督さんが、西武の強さを全部認めてるっていうところですよね。はい、その辺が面白いですね。そうですか。さらにそれでは CM 挟んで野村監督から面白い話を、引き出してみたいと思います。スピリッツ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 の法則。
今時の人に今時の保険スピリッツ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 の法則今時の人に今時の保険スピリッツ朝日生命から人が乗っているロイヤルエクストラ新登場キャンピングブーツ GT ホーキンス、ということで野村監督にたっぷりとお話を伺いたいんですが監督はこのプロ野球ニュースは昔から結構ご覧いただいているということ毎晩見てますよ毎晩チェックされてますか、チェック厳しくね恐縮でございますプロ野球ニュースは特にキャンプでは今日の一言というのがですねあれは大変じゃないですか、まあ、あれは参りましたね大変ですよねバカさらけ出してるいやそんでもないですけど毎日恥かかるってよ参りましたいつお考えになるんですかいや1年目にただなんとなく始まったのがですね、定着しちゃったんですけども、まあ、1年目はどうってことねそのグラウンドでポッと言われてこういろいろ思い出したりなんかして出てきたんですけど2年目は、まあ、去年のこと言えないでしょはいはいはい前の晩からガンガンでしょうね大変ですよいや私もよくギャグを前の晩から考えることあるんですがあれ結構プレッシャーになってきますよねそれでこれは去年言ったんじゃないかなとかねそうですよね全然覚えてませんからねああ、そうですかそれでも毎日毎日本当にご協力いただきましてありがとうございました あれは来年やめましょう念をされました、ねところでですね監督のオープン戦はパリーグの先ほど6人の監督さんがいらっしゃいましたがパリーグはどこと対戦されましたですか、近鉄以外はみんなやりましたさあその近鉄以外で一番、まあ、ちょっと聞いてらっしゃるんで言いにくいかもしれませんがパリーグ手応えがあったどこですかいやもうこれ西武で決まるでしょおおそうですか、だからそれを他の5球団がどこまで食い止めるかじゃないですか、この1点でしょパリーグの興味はああそうですかだと思いますよ、鼻では笑ってらっしゃいますか森川さんがそれはどう見ても西武ですねどう見ても西武コーチの人も言ってましたからあ日本シリーズよろしくお願いしますそうですかもう挨拶されましたからそうですかねえすごいなと思いましてねそういえば私どもがやりましたのオープン戦で野村森会談がございましたね、あれは本当に面白く拝見いたしました森さんとの話はね、テレビよりも、はい、隠し撮りっていうか隠しカメラじゃなくて隠しマイクでの方が面白いですよ、ああそうですか、本音が出ますからそうしますとテレビではだいたい1割から2割ぐらいしかおっしゃらないんでしょうかね、森さん。そんなとこですかね。あ今日の場合はほとんどじゃ出して、手のうちは出してらっしゃるんですね。まあ 10% ぐらいじゃないですか。ああそうですか、やっぱり戦うものにおいては不安というのはつきものですから、その辺をただ強調しとられるだけのことでね。あそうですか。だからその自信はかなり終わりだと思いますけど。ああそうですか、そうしますと近鉄以外と戦われて、そうしますと西武を脅かすという存在というのは一番その 2番手にこの目についたというところはどこでいらっしゃいますか、オリックスは面白いんじゃないですかね。おお、ああそうですか。どういう具体的には打力と攻撃力とその、ピッチャーを中心とした守りの意外にバランスがいいのと、大井監督は非常にユニークな方ですから、そうですね、選手乗せるのがうまいですから、本当に東の野村さん、西の大井さんという、宣伝部長と言われてますですからね、大井監督というのは本当にこう、人の気持ちをつかむといいますかね、こう乗せるというか、非常にこういう長けた人で、かなり僕の見る目ではこの三原さんをイメージしてやっておられるんじゃないかなという感じがしますよ。そうですか、そのあたり大木監督三原さんはイメージされてるんでしょうか。は
三原さんはイメージされてるんでしょうか。いやもう昔の話は忘れました。あ、そうですか。あの講義をする出てくるタイミングとかね、あのあれでさーっとベンチが出てきますね、はい、ああいうスタイルはもう三原さんそっくりですよ。ああそうですか、ね、いやらしい講義の仕方したりね。そうですか、あの監督はあの、セントラルリーグのちょっと今年のペナントレースに話を移らせていただきますが、ね、どうでしょうか。監督の手応えはあまりオープン戦は芳しくなかったぞとおっしゃってましたが、ヤクルトはね、こう優勝の可能性もあるし、はい、最下位になる可能性もあるんですよ。つまりエースがいませんから、うちは誰に聞いてもヤクルトのエース誰ですかってさっと答えられる人誰もいませんからね。そうですか。だからどうしてもこう優勝には連敗っていうのはこう、絶対してはいけないというのがありますね。ですからこう、連敗する可能性を6球団で一番うちが持ってますね。そうすると優勝するかもしれないけども最下位になるかもしれない、ね、もう両極端じゃないかと。森監督と大体同じような発言でしょ。あの人は絶対大きく崩れないですもん。あそうか、西武は。なるほど。あそうですか、ね、ははもうヤクルトは9連敗でも10連敗でも平気でやりますよ。あ、ね、もうガラガラってきたらもう来る可能性十分ありますから。あそうですか、ね、またちょっと話はまた、ずれてきますけども、今年はプロ野球全体にとってですね、ある意味では、勝負の年にもなると思うんですが、そのあたりは何が勝負ですか。いやつまりその対サッカーとかですね、いろんなことが言われてますが、関係ないですよ。関係ない。ほうほうほう。サッカーはサッカーでの良さがあるし、はいはい、野球には野球の良さがありますよ。ほうほうほう。そうしますと、ね、それを僕らが怖いのは、マスコミ、スポーツ新聞を含めてテレビの人が、このなんていうかサッカーがどうとか比較されてね、はい、そしてあの画面見ても野球っていうのはあんま動きがないでしょ、はい、サッカーはあとにぎやかじゃないですか、はいはいはい、非常に寂しそうになんかつまんなさそうに映るわけですよ画面は。なるほど。比較されるのが一番困るんですよ。あ、比較してはいけないと、比較する問題ではないという、両方とも育ててほしいんですよ。なるほど。あ、そうですか。その育てるためにですね、監督も例えば非常にあの、キャンプでも指揮さんそうですよね、あのファンサービスがね、そのあたり指揮さんもあの聞きたいって、まあ、現場の人間選手も監督も含めてね、ファンサービスっていうことが、できるのは限られて、まだこんな些細なことですよ。ギャンの手振ってやったりね、一緒にカメラでこなして写ってやったりね。なんか経営者とかコミッショナーとかそういうところの人がもっと画期的なことをやってほしいんですよ。びっくりするようなことを。例えば例えばどういうことをびっくりするというどっかの地がバーンと札幌行くとかですね。あっと驚くようなことを、まあ、絶対フランチャイズっていうのはもうこれできてないんですから、プロ野球でありながら地域との密着っていうのは。なるほどね。東京と大阪だけじゃないですかチーム。はい、そうですか。いや、分かりました。実はその6球団の監督さんにもちょっとですね、そのあたり伺いたいんですが、そうですね、八木沢監督、はい、今からやはりパリーグ、そして野球全体をもっともっと面白くさせるためには、八木沢さんは今どんなことが必要だとお考えでしょうか。そうですね、もう長年野球、このプロ野球界やってますんでね、もうかれこれ6、70年になりますんで、はい、変えようと思ってもなかなか変えられないんじゃないかなと思いますね。ですから、まあ、今野村監督が言ったようにやっぱりきっちりとしたフランチャイズ制というものが一番いいんじゃないでしょうかね。そうですか、はい、ちょっとこの話をするにはちょっとあまりにも時間がなくなってまいりました。本当は大沢監督あたりもですね、どうすればいいかと、伺いたかったんですが、ちょっと時間がなくなりました。本当に、今日は夜遅くまで、パリーグの6人の監督さんありがとうございました。それから野村監督どうもありがとうございました。どうも失礼しました。ということで、お伝えしてまいりましたプロ野球豪華なスタートでございました。安藤さんどうぞ。福井さん、本当に今野村監督もおっしゃってましたけれども、こうやって私たち新しい番組始めると私たちも一勝が欲しいんですよ。あ、そうですね、まず一つ勝ちたいというふうに切に思うんでありますが、野村監督の言葉特に胸に響きました。コマーシャルです。
例えば子守唄のような私たちでありたい。技術で安らぎを、夢を育む感電工。